今週のおまけです。今週のおまけは、塾講師 A さん、いつもありがとうございます。塾講師 A さんからの質問ですけれども、野党がですね、共産党、立憲と共産党がですね、特に選挙協力で、やっているということですが、共産党をに選挙協力して政権を掴んでしまうと、共産党にキャスティングモードを作られてとんでもないことになるんじゃないですか、という趣旨の質問なんですが、全くおっしゃる通りですね。これは思い出していただきたいんですけれどもね、今、政権交代、政権選択、こういうことをですね、共産党の C さんも立憲民主党の、枝野さんもおっしゃってるわけですね。まさに政権を自民党から取るんだと、でこういう形で言ってるんです。まあ衆議院選挙というのは確かにですね、その後主犯指名が誰になるか、岸田さんになるのか枝野さんになるのかと、まあ、そのことが問われる選挙ですよね。ですから政権選択であり政権交代もあり得る選挙だというのはその通りだと思います。でしかしその時にですね、かつて民主党もそうだったんですけれども、民主党も、自民党政権、自公政権をですね追い落として民主党政権できましたけれども、その時は民主党だけじゃなくてですね、国民新党ですかね、それから、社民党、福島さんも含めてですね、まあ共産以外大連立でこれ作ったわけですよ。でそして、大きな勢力を持ってですね、政権取ったんですけれども、たちまちのうちにこれはどんどん破綻していく。もう最初はですね、福島みずほさんを、大臣にやってましてね、これ予算委員会で直接その防衛政策、外交政策に、関わる役職ではなかったんだけれども、自衛隊の、ついての存在に問われてですね、結局、この民主党政権と、そぐわない形で閣内不一致ということで、まあ途中でもうこれは社民党の方は、離脱していくということになってくるんですけれども、共産党がですね、閣内に入ってもそうですけれども、閣内に入るということはまずありえないでしょうけれども、閣内に入ってなんとか大臣、共産党の人がこれは考えられないし、いやその閣外協力であってもですね、共産党が言っている政策を、ある程度飲まないとですね、これ政権は作れないわけですよ。しかし本当に共産党の言っている政策と立憲民主党、まあ、似たところもあるのかもしれませんけれども、それで日本の国そのものがですね、統治できますかということですよ。で共産党の目指しているのは共産主義社会であります。で共産主義社会を作るためにはですね、もともとは社会を混乱させるというのが共産党の運動方針なんですよ。でかつて、ソビエトを作った時もですね、ロシア革命が起こった時も、あの時はですね、日本の日露戦争で日本が勝利しましたけれども、その後、国内がどんどん、この共産主義者の、さまざまな策謀によってですね混乱して、戦争に負けて敗戦で混乱しているところを、今度は革命という形で、まあ、暴力革命ですよね、この皇帝を追い出して自分たちが政権に握ると。でこれはどの国でもそうなんですね。例えば中国共産党もそうですね。結局、新王朝が辛亥革命によって、まあ、孫文、国民党の率いる、孫文の中華民国というのはできた。でその中華民国のできた時が辛亥革命の日で10月10日、これが双十国慶節という形で、共産党もそれから、国民党もですね、この自分たちの記念日として祝っているわけですけれども、要は、その国民党政権ができたんだけれども、結局その後日本との戦争、その中で、国民党がアメリカの支援を受けて日本を追い出していったということになってますが、その国民党を今度は共産党が追い出して転覆させた。でまずは国境合作で日本を追い出すと。で今度は、それがうまくいったら次は国民党を追い出して共産党がそこに居座ると。ところがそういうことをずっと世界中でやってきてるわけです。だから今回も立憲民主党と政権を取ると。そして政権を取ったらだんだんそれをですね、その中心に入っていって立憲民主党を追い出して共産党政権を作ると、まあ、これが共産党の目論みですよ。そしてこれと全く同じことをですね、実は私は京都ですけど京都府では行われてきたんです。昭和25年
ずいぶん前ですよね、まだ私も生まれてませんけれども、終戦直後の、この知事選挙でですね、社会党公認で蜷川虎三さんという方がですね、知事に出られました。まあ、これはあの吉田内閣中小企業庁長官されていたんですけれども、吉田さんと、意見が合わず、京大の教授に戻ってきてですね、その人を今度は、この社会党が出して、その人が当選したんですね。でところが社会党から応援してもらってなったんですけれども、結局はですねその後7回当選しましたけれども、いわゆる共産党がですね社会党の地位をどんどん奪っていくと。で結局ですね京都府の行政を使って、京都中に、共産党の組織を拡大して、今や社会党というのはもうもちろんなくなってますけれども、みんなが、不正の中で、この共産党が絶大な力権限、これ自民党以上に大きな力を持つようになったんですね。だから自民党はずっと長い間28年間、京都では、野党であったわけですけれども、そういう時代が続いたということなんです。ですから今の立憲民主党と共産党の選挙協力はですね、我々京都人からするとですね、とんでもない悪夢を思い出すわけですね。で全国の皆さん方はそういうことをあまりご存じないと思いますけれども、これは本当に危険なことをこの立憲民主党がやっていると、共産党の思惑にはまってしまっていると私は思っています。皆さん方も注意して、この彼らの行動を見ていただきたいと思います。今週のおまけでした。